よいよ来週は修学旅行。何着ていこうかな。コーディネートよく考えないと。そりゃあ楽しみだよ。各クラスでチーム組んでさ、枕投げの練習もしてるんだ。うん、小学校最後の旅行だから思いっきり盛り上げなくちゃ。いい思い出になるようにさ。他にもいろいろ考えてこっそり準備してるんだよ。うわ、楽しみだ。他にも聞きたい。うん、こんな感じだよ。この俺を待たせたな。さーて、帰るか。ま、俺も来たばっかだし、よしとしてやる。ありがたく思え。なあ、お前ってあんまり外見気にしねえタイプ？こないだと一緒の服だから、俺にしてみりゃ信じられねえんだけど。興奮してきた。よし、行くぞ。やっぱりライブってのは燃えんな。この歓声がたまんねいいな。心に響くようなもんは特になかったな、正直な話。2曲目。ああ、あれか。あれはコードをちょっと変えれば名曲になるような気がすんだよな。しょうがねえな、言ってもわかんねえんなら見せてやる。ちょっと待ってろ。すみません、ギターちょっとでいいんで貸してもらっていいですか？ああ、そこにあるのを使っていいよ。ありがとうございます。よしっと。さっきの曲のメインで使われてたのがこれで、これがセブンスだろ。ありがとうございました。はい。
まあこんな感じで全然違うもんになるわけだ。わかったか。あ、なんだよそういうことって。おい帰るぞ。その手があったか。サンキューシグラコ。名曲の予感だ。お前といると面白いってことがよくわかった。またどっか行こうぜ。うちまで送ってってやるよ。まあそれくらいはさせろって。まあこれくらいはな。礼には及ばねえよ。じゃあまたな。よし、フェグの校舎の隅から隅まで回ってくる。出店の食べ物全制覇が今年の目標なんだ。去年はペース配分を考えてなかったせいで半分もいけなかったからな。だから今年は目標達成する。絶対に。今年は対策を練ってやる。胃薬も飲んだし朝飯も食ってない。大丈夫だ。じゃあ行ってくる。まずは羽がくまんじゅう。お芝居だよ。お芝居が始まるよ。お客さん集めです。お芝居が始まるよ。そうなんです。最近先生よりこっちの方が向いてるような気がしてきました。楽しいよ。お芝居だよ。あ、若様先生。本当だ。お芝居が始まるよ。先生は出演するんですか？それは秘密だよ。見てのお楽しみだよ。じゃあ見に行きます。泣くなよ、男だろ。母さんはすぐに見つかるから。フェグの顔色悪いな。大丈夫なのか。適度な緊張感は場を引き締める。どうしようなんて思わなくていい。それに舞台に立つのはお前一人じゃないだろ。いいんだぞ、こういう時は頼ってくれても。これより羽ヶ崎学園学園演劇を開演いたします。行くか。諦めないでください姫。いくらあなたの願いでもそれだけは聞けません。姫、姫、謀反の疑いをかけられ出奔せざるを得なかった私をあなたは気にかけてくださった。素性を隠し浪人としてうつうつと生きていた私に手を差し伸べたのはあなたです。再び武士として侍として生きようと。あなたの言葉に私がどれだけ救われたか分かっておられますか。闇の中で諦めていた俺を救い出してくれて感謝してる。姫の恩義は
私の身に変えてでもお守りいたします。ここから逃げおおせましょう。共に。うん、いいね。行こう。ん、何？そうだな、バラエティとか音楽番組とかかな。あ、ドラマも見るよ。興味あるニュースがあれば見るけど、それ以外は見ない。面白くないし。お芝居だ。フグ。皆さん聞いてください。来週の日曜、課外授業をしようと思うんですけど、どうでしょう。暇な人はできるだけ参加しよう。先生一人で行くのは寂しいです。はい、わかりました。たくさん参加してくれそうで先生ほっとしました。じゃあ参加してくれる皆さん、よろしくお願いします。ホームルームを終わります。